ウルトラソウルで J 役をやらせていただきました、ビストリップのギターのゆうです。率直に、まあ、本当にぶっ飛んでるなって感じで、僕もその時代、戦国から幕末にかけてがすごい好きなんですよね。龍馬とか、新選組とかね、やっぱりそういう人が出てきて戦う、こう、音楽をやったりっていうのが、そのギターを弾くだったり、ドラムを叩く、歌うっていうことが、やはり近代的なものとの融合っていうので、すごく、楽しいし、ギャップというか、その現代と、幕末っていうものが融合されて、すごく、斬新なストーリーだと思います。ですね、結構カルチャーショックをいい意味で、受けました。はい。ファンっていう、ヒーキーでしたっけっていう、当て字がですね、やっぱり気になりまして、言葉の意味を考えると、やっぱりすごく合っている言葉だと思うんですよ、現実でも。なんか、アイドルとかでいう推し面みたいな、ヒーキーにしてるメンバーみたいな感じで撮ってると、思うんで、そこがですね、現実とかなり、こう、リンクする感じで良かったと思います。はい。基本的に、その無口で表現するのがギターっていうことなので、僕もあまり、すごい喋る方ではないじゃないので、ギターで表現するというのは難しかったんですけど、こう、ちょっと自分と重なり合う部分もあって、まあ、やりやすいっちゃやりやすいかなって思いました。初めて、このキャラクターの声の代わりにギターを弾くっていうことをやったし、今まで生きてきた中でもそういうことをやっている、キャラクターっていうのが、自分は知らなかったので、またそこも、こう、いい意味でのカルチャーショックというか、いい刺激を、もらえて、本当にいい経験をさせてもらいました。なんかテンションの高い音とかは、音だったり表現、感情表現っていうのは、やっぱり、表現しやすいというか、やはり自分が、だったらどういう感じで、自分のテンションでっていうのが結構弾きやすいんですけど、こう、あとはまあ、悲しいとか寂しいも、その音の、並びとかで分かりやすい方ですけど、やっぱ、はい、みたいな、こう、うなずく感じとかっていうのが、その、どこのテンションにも属さないので、そこがちょっと難しい。すごい、普通の受け答えが、やっぱ難しかったんですけど、なんか、いろいろ試してみたらハマるものが出てきてよかったです。ご自身ですね、これは。まさに、僕犬飼ってるんですけど、動物もすごい好きだし、多分それが動物に伝わってるのか、動物も俺のこと好きだし、ほぼ。で、甘いものもすごい食べるんで、和菓子、洋菓子、どっちでもいけるんで、もう食べるし、お酒も、まあ、嫌いっていうよりも飲めないんですけど、なので、もう共通する点ばかりで、もうびっくりしましたね、むしろ。まあ、情報活動というか、その手の、アルファベット3文字のやつ、
が好きでですね、F なんちゃらなんちゃらとか、C なんちゃらなんちゃらとか、すごい好きなんですよ。なんで、ぜひ、その組織に入り、もう、なんだ、どう使うとかじゃなくて、もう組織に入りたいです。あれ、組織に入りたいって言っていいのかな？そういう、秘密結社的なものにすごく興味があるので、本当に羨ましい、得意気だと思います。はい。擬音は、その日常生活で擬音ってなかなか使わないと思うんですけど、やっぱり、僕らはこう、最近だと結構攻撃的なことが多いので、こう、お腹に、こう、まあ、冗談ですけど、パンチするときの、ドゥシッっていうのとかですね。男の子なんで、はい。通常で考えたらないんですけれども、ないんですけど、まあ、なんだ、自分でやって、こう、パーンみたいなのは、まあ、やっぱりないとは思うんですけど、こう、操作されて、こう、バーンみたいになって、こうキャーンみたいになってくれる現実があったら、ちょっとそれはそれで面白いし、喜んでくれるのはちょっと面白いし、いいかなって思いますね。はい。今の気分をロックにシャウト。シャウト、ロックにシャウト。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 今の気分ですか？最高だぜ！自分のバンド以外で、なんだろう、アレンジだったり、ギターのフレーズをこういただいて、それを弾いたりっていうことだったり、っていう経験が今まであまりなくて、正直、まあ、本当にいい意味で、すごく楽でしたね。そのフレーズが決まってるっていうのは、自分で考えなくていいので、それを弾けばいいっていうのは、ま、楽でもあり、ただ、やっぱり、その自分の要素も入れたいっていう欲望もあり、そのいろんな葛藤があるんですけれども、でもこういう経験が本当に初めてだったので、やはり人のフレーズ、考えたフレーズだったり、表現方法っていうのを、取り入れることは、自分が学ぶことができるので、すごくいい経験になったと思います。バラエティ性のある、こう感じなので、こう、爽やかな音のことですね。はい。そうですね、現実世界だと、最近、こう、ギターヒーローという人間が、ちょっと、なかなか先代から続かなくてですね、現れる、こう、のが難しく、ギタリストもなかなか、こう、肩身が狭い時もあるので、このアニメやゲームやで通じて、ギタリストというものをですね、もっともっとフューチャーしていただけると、こう、お互いにいい効果を得られると思うので、ぜひぜひこういう機会をどんどん作っていただきたいと思います。まあ、自分にとって、まあ、音楽でもあるんですけど、なくてはならないものをですね、なんか、こう、なんだろう、本来なくても何にも支障がないし生活はできるんですけど、その生活する上で楽しかったりだとか悲しかったりだとか、そういう表現をこっち側からして
ファンのみんながそれを共感してくれるっていうのもあるし、なんか、なんだろう、人生を楽しむためのツールの一つだと思います。バックマツロックは、まあ、今までにいなかったような、ゲームだと僕は思ってるんで、本当に、ゲームに手を出すのが難しいというか抵抗があったり、まあ、あんまり興味ないなって思う女性だったり、まあ、その、いろいろなゲームをやってる男性も、すごく楽しめる、バラエティ性のあるゲームだと思うので、ぜひぜひ、プレイしてみてください。そして、いろんな楽器だったり音楽をそこで聴いてもらえたら、すごく嬉しく思います。これからもよろしくお願いします。レッツロック!